フランソワデルクール、フランソワデルクール、1962年8月30日イ、はフランスカセル出身のラリードライバー。どのようなラリーでも上位を狙えるだけの技量があり、後方来落で型破り、かつ職人気質でギリ人情に厚く一本気の通った性格から日本でのファンも多い。見込んだが西がいる。父親が建築家で元々は 父と同じ仕事に就くのが目標だったのだが、家の前を走るラリーカーに見せられて、ラリーの道へ進んだ。フランスラリー選手権や、プライベーターでの世界ラリー選手権参戦を経た後、1991年、フォードワークスと契約。フォードでのデビュー戦となったラリーモンテカルロで、好成績を見せ、最終日のゴール目前まで首位を維持した。しかし、最後の SS で、 彼の操るフォードシエラ、コスワースは、マシントラブル発生の上を転、観客に向かって泣きながら謝罪する、デルクールの姿に、一同が健闘を叩いたというシーンもあった。その後も、着実に実績を重ね、1993年のラリーポルトガルで初優勝を果たした。この年は、通算三勝し、ドライバーランキングも2位につけるなど活躍をせた。 しかし1994年、友人から借りたフェラーリカイ40を運転中に事故を起こし、両足に重傷を負い復帰までに5ヶ月を要することとなる。病室の外で医師が足を切断しようと会話しているのを聞き、慌ててラリードライバーにとって足がどんなに大切かを訴え、切断だけは思いとどまってくれるよう医師を説得した。結局復帰までこぎつけたが調子は戻らず、 翌1995年も、ホードエスコートの開発の遅延などで思い通り、走れないまま1996年開幕戦、スウェーデンを最後に、ホードを離れた。1996年からは当時 WRC のカテゴリーの一つであった、会議へと転向。プライベーターとして参加したラリー・モンテカルロで、好成績を残し、直後にプジョーと契約。 フランスラディー選手権を中心に WRC のターマックイベントに1998年まで参戦した。1999年、プジョーワークスの一員として WRC に本格的に復帰した。優勝こそなかったが、好成績を着実に重ね、プジョーのマニュファクチャラータイトル争いに貢献した。しかし、翌2000年9月にトレーニング中に起こった出来事、 口術をきっかけに、サンデモラリーで同僚だったジルパニッツィとの間で、トラブルを起こしたこと、口術と、マシンへの注文が多かったこと、口術などチーム内に多くの圧力を生んでいたため、この年をもってプジョーから放出される。2001年はフルスフォードへ、復帰、10戦のみの契約だったが着実に仕事をこなす。この年のアクロポリスラリーでは、 ラリー前から負傷していた手首にギップスをつけたまま走行しトップ10圏内に入った。2002年、富間記念が去った後の三菱とエース扱いで契約するが当時のランサー WRC が問題の多いマシンだったこともあり、本来の能力を引き出せないままシーズンを終えた。そして2003年、三菱はワークス活動を1年停止を発表。ここでスタッフと 一問弱を起こし、一説には、プジョー時代不仲だったエンジニア、マリオ・フォルナリスの遺跡が、決定打となって、自由役となった。その後は、フランスラリー選手権や、欧州ラリー選手権に参戦した。時々サプライズ起用を試みるシコダの、ワークスドライバーや、リチャード・バーンズや、フランソア・ディバルといった、急なアクシデントや、成績不振などで外されたドライバーの代役として、 名前上がることもあった。一時オンサタがなくなったが、2007年は、フランスラリー選手権のカテゴリーの一つ、GT シリーズ、GT デセリーに参戦した。ポルシェ 996GT3RS を運転し、開幕戦をクラス優勝で飾ったもの、その後はリタイアが続いた。また、GT 仕様の車で、WRC のイベントに参戦できるよう FIA。 国際自動車連盟に申請をし、この時は認められなかったものの、2012年からの WRC の GT カテゴリー、R、GT クラス制定のきっかけの一つとなった。2011年、インターコンチネンタル、ラリーチャレンジラリーモンテカルロで突如復帰を果たし、プジョー 207S2000 で一時は2位に順位を上げるなど、活躍し、最終的な順位は5位となった。 2012年には WRC に復帰したラリー・モンテカルロでフォード・フィエスタ WRC のワークスカーにて参戦し6位に入賞したアークでは地元コルシカと初開催となったルーマニアに参戦コルシカではルノーメガ・ノ RS でプロダクションカップ3位に入賞したルーマニアではプジョー 207S2000 で参戦し見ごと総合3位に入賞したこの年は ルーマニア選手権にも参戦。初参戦にもかかわらず、チャンピオンに輝いた。2013年は、ベルギーのクロノスレーシングのサポートを受け、ヨーロッパラリー選手権に、レギュラー参戦。開幕戦ヤンナーでは一時3位につけるも最終日に、パンクし7位に終わる。しかし続くラトビアでは、堅実に走りきり3位、表彰台を獲得した。地元コルシカでは、 初日のディファレンシャルトラブルなどもあり5位に終わった。優勝のかかったルーマニアでは、オープニングステージでトップタイムを叩き出し、初日はシュコダワークスのヤンコペッキーに次ぐ2位と優勝を、射程圏内に捉えるも、最終日はトラブルが多発し、コペッキーに差を広げられるも2位表彰台を獲得した。この年は、ルーマニア選手権と並行での参戦だったために、 アークには4戦のみの参加となったが、それにもかかわらずドライバーズランキングでは4位と、好成績を残した。並行で参戦したルーマニア選手権では、連覇を達成した。2014年と2015年、念願の RGT クラス、ポルシェ 911RGT でラリー・モンテカルロに参戦し、クラス優勝、総合23位を果たしている。2015年は、FIAR、 GT カップの初代チャンピオンとなる。は、アバルト124ラリーで、R、GT クラスに参戦する。フランス人ドライバーの特徴とも言えるターバックでの、能力の高さが評価されるが、グラベルなどでも活躍する能力を持つ。デルクールが一時期運転していた、カイにラリーカーの得意とするラリーはマックラリーで、この時の実績が、プジョー入りのきっかけとなったが、本人曰く、 ターマックは嫌いとのこと。デジタル化、電気化をゼとしない、機械式市場主義者である。プジョー時代、アクティブリファレンシャル、アクティブデフを導入した途端調子が悪くなり、プジョーチームのコラードプロベラに直談判した。その甲斐あって、デルクールのマシンのみが、機械式に切り替わり、復調した。部品に関する注文も他のドライバーよりも多く、シフトについて、 注文をつけたところ、当て付けなのか、プジョー側からシフトの部品だけが送りつけられたこともある。しかし三菱ではどんなに文句を言っても、最後までアクティブデフを使わされる羽目になった。フォードフィエスタ WRC を運転した2012年のラリー・モンテカルロでは、昔よりも運転が難しくなったと漏らしているものの、上位入賞を果たしているため、2012年の ワールドラリーカー企画が一時期ほどデジタル化から離れたとはいえ全く順応できないというわけではなさそうである。クラッシュの多さが取り上げられることがあるが彼自身のミスによるクラッシュというのは実は少ない方である。リタイアは彼の過激かつ大胆なドライビングスタイルにマシンがついていけななりトラブルを起こした時くらいである。実際2002年のオーストラリアラリーの大クラッシュも ステアリングの不調が原因であった。ちなみに、カイニラリーカーで走行していた時の感想に関しては、危険だと思いながら走っていた。とにかくコーナーでどこへ飛んでいくかわからないのが危険だと感じていたと率直に述べている。デルクールの小ドライバーナビは長年にわたってダニエル・グラタループが担当してきた1995年のみ。 女性子ドライバーのキャシー・フランソワが担当。しかし、三菱時代の2002年、ラリー・オーストラリアでのクラッシュでグラタループが重傷を負ったため、コンビを解消することとなった。デルクール自身は、クラッシュにおいて、あまり負傷することがなかった。グラタループは、その後、シトロエワークスで、チームコーディネーターを務めた。前述の2002年、 ラリーオーストラリアで負傷したダニエル・グラタループに代わってドミニク・サビニョーニが次戦のラリーグレートブリテンで小ドライバーを務めた。そのラリーではペースノート読み上げの遅れが生じ、クラッシュしリタイアとなった。クラッシュ直後に不満が爆発し、10回遅い、100回遅い、と小ドライバーにとなる彼の姿が、車内カメラ像を通じて全世界に配信された。 あとにデロクールは、グレートブリテンのコースは、よそとは違うってことをお前持って言っておけばよかったと、反省した。その後、2011年、2012年のモンテカルロラリーに、スポット参戦した際には、再びドミニク・サビニョーニとコンビを組み、2年連続で入賞した。2012年の参戦の際は、この大会がサビニョーニの引退ラリーであったため、 最終 SS のドライブをサビニョーニに行わせ彼の引退に花を添えた。そしてデルクールはルーマニア選手権に参戦するためになんと引退したサビニョーニを起用した。デルクールはなんとかサビニョーニを説得し見事コンビ復活となった。最初のワークスチームであるホードでは車両開発の遅れが不満で離脱し当時チームメイトの一人だったマルコム・ウィルソンとの 確執も取り沙汰された、プジョー時代には、2000年9月の終わり頃、自宅近くでトレーニングをしている時に、ヒュンダイワールドラリーチームのマシンテストに出くわし、プジョーと契約しているにもかかわらず、ヒュンダイアクセント、WRC のステアリングを握りエンジニアに、アドバイスをする行為をしてしまう。このことを知った、首脳人が、テルクールに対し不信感を抱いてしまい、サンデモでは、 パニッツ優先のチームオーダーが出されてしまうことになる。結局サンデモでの口実のトラブルで追放されるような形で離脱し、三菱でも活動休止こそ受け入れたもののトラブルにより離脱した。フォードに復帰し10戦契約を満了したのが最初で最後の穏便な契約履行だった。この契約履行の後に前述した過去の確執の相手でチームディレクターのマルコム・ウィルソンに対して 感謝の念をべている。2000年のサンレモで違法列記を行ったジル・パニッツィに対してデルクールは怒り浸透に発し大喧嘩となった。チーム総出で引き剥がされたデルクールは泣きながらパニッツィを罵倒しつつモーターホームへと運ばれていった。これ以来デルクールはパニッツと犬猿の中になりルートのそばにある。 パニッツィの家の前を何度も通るのが嫌という理由で思い出深いはずのモンテカルロラリーが大嫌いになった。2001年のサファリではパンクしたハリロバンペラの 206WRC に追いついたデルクールがパニッツィだと勘違いしてロバンペラに殴りかかりそうになった。しかし乗っているのがロバンペラとわかるとおい、俺はジルパニッツィだぞ。とロバンペラにおどけてみせた。この一見と 前述の部品に関するクレームの多さから、デルクールは2000年限りでプジョーを後にすることとなったが、後に所属した三菱を2002年に去った後、2004年からエースドライバーを務めたのはパニッツィであった。なお、パニッツィのエピソードとして語られる、自転車列これもルール違反は、実は前年のドーラリーでデルクールがやったことである。 不条と三菱に在籍したメカニック、マリオ・フォルナリスも因縁の相手であると言える。ただし、最終的に WR カー全体の基本的な仕様となる、ペダル類等のデジタル化など最新技術の導入をし、進めたフォルナリスの方針に対し、機械史上主義者、デルクールが断固として抵抗したという点を忘れてはならない。普段は、 南フランスの田舎町で恋人と一緒に暮らしている。かつての WRC ドライバーフレディロイクスとは、近所付き合いとのこと。WRC から身を引いた後、欧州ラリー選手権では、プジョー206を運転していたが、そのカラーリングは、水色のイチゴとでも言うような非常に独特な、ものであった。イギリスの自動車雑誌オートーカー、日本版2006年5月号掲載の企画で、 フォードフォーカス ST を運転した時は最近は以前ほど車に乗っていない。俺は一度ステアリングを握ってしまうとゆっくり走るということができない。飛行機か列車に乗った方がましだと述べた。以上の点から、個国フランスでの評判は芳しくない。フランスの記者が日本でのデルクールの人気の理由を日本の記者に尋ねたほどである。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。